11月28日、愛知県刈谷市産業振興センターアイオイホールで薬神寺ボクシングジム主催のスプレンティッドボクシングが開催されました。全9試合が行われ、薬師寺ボクシングジムからは5名の選手が出場しました。で、鼻の中、自分で鼻の、はい、鼻の中塗れ、はい、奥の方まで、はい、今回注目したのは第1試合目に行われる女子 54.5kg 契約の高木千尋選手です。まあ、それだけです。大丈夫か、はい。奥の方までかけて、せーの、で、高木選手は今回がデビュー戦。以前はプロレスラーとして活躍していました。実は高木さん、二児の母親なんだそうです。薬師寺も何とか勝たせたいと気合が入ります。そのためにもこの試合は負けることができません。それでは本日の第1試合、 54.5kg 契約ウェイト女子4ラウンドを行います。相手は有富所属の樋口選手、なんと19歳、10歳以上離れた選手です。すぐ行くぞ、すぐ行くぞ、はい、ゴー。はい、自分からどんどんプレッシャー、プレッシャー、どんどんプレッシャー、どん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 、そうだそうだ、そう、仕掛けてけ、仕掛けてけ。試合は1ラウンドから互角の戦い。お互い一歩も譲りません。はい、ゴー。はい、自分から、はい、高木、自分からだ。中盤も試合は互角の戦い。お互いパンチを出すのですが、決め手となるパンチが出ません。4ラウンド。はい、行け、ゴー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 。お互いパンチを出すのですが、はい、40秒、ゴー。手出せ、ゴー。手出せ。試合は判定へと。第1試合、 54.5kg 契約ウェイト女子4ラウンド再戦をお知らせいたします。ジャッジ酒井谷仁、同じくジャッジ石川和則、同じくジャッジ加藤隆夫、3者ともに38対38、この試合ドロー、引き分けでございます。結果はドロー。念願のデビュー1勝とはなりませんでした。涙を流す高木選手。
心残りの試合となったようです。試合終了後、愛する子どもたちのもとへ。選手から母親へとなります。今回の試合なんですけど、戦ってみてどうでしたか？やっぱり練習と違ってヘッドギアもないしグローブも小さくて、まあ、一発もらって時点で、あ、全然練習とは違うってすごい緊張感がやっぱりありました、はい、やっぱ緊張があるんですね。そうですね、はい、顔の傷は大丈夫ですか？これそうですね、ちょっともらってしまって多分まあ1週間ぐらい色がひどくなるかなって感じなんですけど、はい、やっぱり勝ちたかったのでドローって聞いて、勝てなかったっていう思いと、まあ、子供がいるんですけど、子供がママの負けるとこ見たくないって言ってたので、まあ、本当に勝ちたくて、はい、ちょっと悔いが残る結果でした、はい、でもこう終わってから子供さん抱いてましたよね、うん、そうですね、はい、やっぱどういう気持ちでこうグッと、あー、なんかもうごめんねっていう気持ちが一番強かったです、はい、でもこれを機になんかこれから頑張れそうですよ、ね、そうですね、やっぱり勝ちを知らずに辞めるのはちょっと悔しいかなと思うので、まず1勝目指してまた1から頑張ります。